まず今日の全く本題ではない、ただここを説明しないと何で私がこうその後の体験が生きたと言ってるのかというのが分からないと思うので、ちょっと現状の認識について、走り足で駆け足でご説明をしたいというふうに思います。まずま、世界が今どうなっているのか非常にもう分かりやすくシンプルにまとめた形で言うと、ですね、アメリカが非常に力を落としていて、その最大の競争国であるというふうにされている中国と まあ競争しなくちゃいけない、まあもっと言えば競わなくちゃ戦わなくちゃいけない戦うまあ戦争ではないけれども競い合わなくちゃいけない中で、えー、じゃあアメリカの政策はどういうものかというと、同盟国に頼ること、同盟国と一緒になって自分の国の抑止力を高めて、えー、そしてえまあ自分の派遣的地やあるいは今ここにある国際秩序というものを守っていこうというそういう枠組みになっているわけですよね。でその時に使われるレトリックとしては民主主義と権威主義の戦いであるということが。 言われていてい民主主義の側の方が専制主義、権威主義よりは素晴らしいところなので、民主主義の方が素晴らしいと思う君たちは、こちらの陣営に入って権威主義の側と戦ってくださいと、まあ、そういう枠組みになっていると。で、まあ、そのようにして、まあ、ロシアや北朝鮮やイランなんかもありますけれども、一番の競争相手というのは中国だというふうに見据えている中、あーアジアというのは当然ながら中国が主要な競争国であれば、その舞台にもなりますので、日本 日本はそのアメリカのリクエストに応え、また日本自身が望んで、えー、安全保障の3文書というものを2年前に改定をし、防衛力を拡大をしたということが、一つ、日本の大きな変化としてありました。そして自衛隊と米軍が統合をして、これから訓練をなおさら一緒に,一緒にやっていくし、いい司令部も調整をして、統一的な指揮下の下で動けるように進めていきましょうというのが、この4月に岸田さんがアメリカを訪問して、えー、約束をしてきたことということになります。 そして、えー、その2か国だけではなくて、えー、安倍首相が提唱した自由で開かれたインド太平洋構想という、この外務省のウェブサイトから取ったパシフィックオーシャンとインディアンオーシャンという、その2つをそのままつないだ、ですね、インド太平洋地域を1つのグループとして、専、え、制、ーまあ、主義に対抗していく、権威主義に対抗していく、でその中で、えー、本当はアジア版 NATO というものが作りたいんだけれども、 オークス、クワッド、俺はアメリカとイギリスとオーストラリア、アメリカとイギリリスととじゃなかったアメリカとインドとオーストラリアと日本というようなちっちゃな同盟関係を作ってみたりとか、ですね、えーまあ、インド、日本、アメリカ、韓国とか、日本、アメリカ、フィリピンとか、そういうミニラテラルと言われたりするんですけど、そういうものをたくさん張り巡らさして、それで中国を囲い込んでいこうと、まあ、格子上のミニラテラルな準同盟関係を作っていくというふうに言われているんですけど、そういう世界の構図になっています。 でまあ、それで平和になるならいいんだけど、それをやると当然、反対側のブロックも強化をするわけで、何やら来週あたり、ひょっとするとプーチンさんが北朝鮮を訪問するかもしれないみたいなニュースが流れているような状況で、中国とロシアと北朝鮮が手を結んだりするような感じになり、両陣営が軍事力を強化していくので、緊張ばっかり高まって平和な世の中になっているとはとてもとても思えないというのが今の現状になっていると。 でまあ、私は講演の最後にまあ提言をお伝えをして終わるんですけれども、まあ、何よりもそんな中で対立を緩和していかなければです、ね、地域が対立している以上はちょっとしたきっかけによって日本が戦争に巻き込まれることっていうのはあり得るわけだからとにかくその緊張を緩和していくことというのが必要であろうということをお伝えをします。で民主主主義義と権威のののの戦いいいだなんてててて言っっててもです、ね、緊張は一方的に高まっていくのみでで、えー、や本当の意味で人間の最大 の脅威である。気候変動とか言。 いうですね世界的な課題についての取り組みというのはどんどんお伝えをしていきますよとで,、まあ、でも民主主義がいい法の支配がいいということでそちらの側の陣営がですね、えー、振りかざしていれば世界がそのようになっていくなら当然それでいいかもしれないんですけれども振り返ってみればあそういうことについて追随しているのは西側いわゆる西側諸国のみ今 G7 が終わったとこなんですかねの西側諸国の代表が集まってますけれどもその国々でいろんなことを決めていったところでですね振り返ってみれば誰もついてきい いいなよとグローバル・サウスと言われる国は、イスラエル、ガザの,あの戦争を見て、えー、今まで人権とか民主主義とか法の支配とか言ってたアメリカが、なんであんなにたくさんガザの人たちの命を見殺しにするどころか、武器を提供して、えー、むしろ戦争の共犯者じゃないかというふうに世界中は見てるわけですね、アメリカ含め、まあ、G7 の国。 日本も含めた G7 の国々を見てるわけですよね。いう中で、えーまあ、それを突っ走ったってこう全然効果がないのも目に見えているのが現状なわけでそうしたときにどんなところが役に立ちそうかな日本の知恵になるようなところはどっかあるかなというふうに周りをきょろきょろとおやっぱり中国の侵略に少し怯えているような国なんかを見てみるとお近くに東南アジアという国があるじゃないか国々があるじゃないかとお先ほどちらっと申し上げたかな。東南アジアジの国々はあ アメリカと中国のどっちのサイドも取れないよと。 アメリカのサイドを取ってしまったら中国との縁が切れてしまって、これまで成長してきた根拠になっている中国との太い貿易の関係というのが、投資の関係というのがすべてなくなってしまって、国の発展はもうないよということになる、かたやでも中国のサイドを取ってしまったら、今、中国が主張しているように、自分たちの領土だと思っていた島を中国に持っていて行かれてしまうかもしれないということで、まあ、どっちのサイドにも取れないよと、だから選ばせてくれるなよと、まあ、そういうことを言っていますよと。 それはですね、まあ、東南アジアあるいはグローバル・サウスの今のも顕著な傾向なんですけれどもしかしまあ日本も同じじゃないかということを私は申し上げていて、えー、中対中経済制裁をしたらですね日本の貿易額の4分の1は中国とですからあその4分の1を失って日本はあ実際に戦争をしていなくてもですね経済制裁ずすら破綻をするんじゃないかと。 なので私たち日本人だって、えー、アメリカと中国、本当の意味では選ぶことなんかできないんですよと、だったら緊張を緩和するための外交が必要じゃないですかと、そして充実した外交とは何かというところで、後でご説明をする外交の制度化が必要なんですよということをまあ申し上げてきているわけですねで。基本的にはこの今の3枚のスライドというのが大きく分けて私がずっとお話をさせてきていただいていることです。であと、今日のお話をするのに、ちょっとデフォルトのです、ね、今の日米外交のシステムというのを、もう昔からより応援してくださっている方、 前山のように聞いたよって方が多いと思うんですが、ま、た新しくファンになってくださった方ってのもいるんだと思うので。 あるいはパンじゃないけどいるよという方もここにいらっしゃるんだと思うので、ちょっとご説明をします。今の日米外交のデフォルト、まあ、そもそもの形、今あるこう日米外交がどんなものなのかということはですね、えー、まあワシントンに行って1ヶ月も2ヶ月も過ごせばすぐわかるようになります。えー、それは本当に一部の限られた人たちの手による外交の完全なあまあ選挙、支配であり制度化なんですね。まあ、いい言い方をすれば、制度として崩れないくなっている、確固としてたシステムになりきっている日、 米関係というものがありますでそれはシンクタンクからアーミテージ内報告書というものがこの4月にも4日ですかね出ましたしそういったアメリカの方でこういうことを日本はやりなさい、えー、集団的自衛権の行使を日本が認めるようにしなさいはいやりますみたいな感じで日本はアメリカから言われたら報告書が出るとそれに従って日本の外交政策はアメリカの言うままになってるよというふうに、まあ、古くから日本のリベラルはですね えー、時の政権のやる軍事力拡大等についての政策についてアメリカの言いなりになるなというふうに批判をしてきたわけなんですけれどもところがどっこいちゃんとですねワシントンでつぶさにその様子を見てみるとそんなことは必ずしもなくてですね、えー、日本で一番こう。 安全保障や外交の教科書と言われているのは今申し上げたアーミテージ内報告書というやつなのですが今回4月に出たのは第6弾これまでに2000年から6回出されていてそこに書かれていることは3年以内ぐらいに必ず全部実施されるよねと言われるような。 集団的自衛権の行使だとか、あー秘密保護法の制定だとか、今で言えばあ経済秘密保護法の、まあ、クリアランス制度とかですね、の設置とか、あそれから自衛隊の陸海空の司令部の統合とかですね、えー、いうものがみんな書かれていて、すぐ日本はやるよというようなものなんですけど、ところがどっこい、それ書いてるのはアメリカ人だけど、そこの書いている出版物を出しているシンクタンクにお金を出しているのは日本政府じゃないか。 そういうものが今起きるってことをまさにやったら書いたらすぐ実現可能になるよってことを伝えてるのも全部日本人じゃないかと日本政府のお金で日本のことをやっている人たちが集まってアンビテージ内報告書を発表されて、えー、ありがたくいただいた日本政府は自分たちがや,ってしいと思やりたいと思っていることを彼らに書いてもらってそれを実践しているだけじゃないかいはすぐ分かるようになるわけですね。 なのでまあそれを私は日本で官僚が、あるいは政治家、自民党の政治家がここでボソボソっと言ったところで、自民党さんの考えでしょうとか、日本政府そう言ったってなかなか動かないですよ、世論もなかなか反発は強いですよ、まだ憲法9条ありますからね。 いうことがあったとしても、いやいや、アメリカからこういう報告書が出ていてねと、著名な元アメリカの高官であるアーミテージさんという人がこんなふうに言ってるんだよっていうふうに聞くと、なんのことはない、今回の4月4日のアーミテージ内報告書だって出た直後にどんだけたくさんの新聞が、とか、書いてない新聞はないですね、朝日も読売も毎日も産経もみんな載せてます、こういう政策の提言が出ましたというふうでものすごい勢いで日本のメディアにそれが掲載をされて、えー、その、まあ、政策自体が次々実現を していくと、まあ、いうことでですね日米関係というのはあそういう彼らに意見を伝えることができる一部の限られた人たちがあこういう報告書を書いてくださいねとそこまで直接的に言わないまでもですねお金を持っていって、えー、寄付という形いろんなシンポジウムを運営する費用を払うよという形で提供した上でえで、ー、ちょうど今出してもらうんだったらあ司令部の統合だからねというタイミングもちゃんとお伝えした上でえで、ー、そういう報告書を発表させや。 あるいはメディアに取材をさせてそして発表されたものは日本のメディアに流れて拡声期となって帰ってきてそして日本で実現されるとそういう拡声期にワシントンは拡声期の役割をしていて、えー、お金がある人だけそういうルートを持ってる人だけ、えー、そして、えー、まあそうですね、そういう 中に入り込める価値観を持っている人だけがそれを使える、まあ、便利な日本の政策実現ツールなんですね、ワシントンというのは。いうことがよくわかるというところが、私の、まあ、なぜ新外交イニシアチブを始めたかというと、このワシントン覚醒器があまりにも民主的じゃないので、それを何とかして破壊してやりたいというふうに思ってやっているわけなんですけども、それがデフォルトとして、残念ながら今日現在も続いているということになります。